天満は兵庫県加古郡稲美町の一地域である。本校ではかつて同地域に所在した加古郡天満村についても述べる。天満地区の町並み天満地域は稲美町の南西部に位置し、加古川市、明石市、神戸市に接している。面積は約1441ヘクタールで稲美町全体の約41%にあたる。 天馬地域の中央部は主に住宅地として、南部は工業地帯として利用されている。それ以外の市街化調整区域の地域では農地として利用され、天馬大池などのため池が多く存在する。天馬地域は、加古川による高位団宮面上と、曇り川の谷、平野や中石段宮に位置している。高位段宮には消火線による谷平野が入り込み、町内では、 比較的皇帝のある地形となっている。2012年度末の天馬地域の人口は1万739人、世帯数は7962世帯である。1889年、六分市村、岡村、国安村、国岡新村、北山村、中村、森安村、和田新村、幸い竹新村、中一式村の十村を合併して、天馬村が発足した。 村の名称は国安にある氏神である天馬神社に由来すると言われる。当地域には鉄道はない。最寄り駅は JR 西日本山陽本線土山駅である新規バスが運行されている天馬村に関するカテゴリー。ありがとうございます。